はい、どうも岩本明です。今日はですね、まずこのね、前回の動画で、色かぶりですね、この ND フィルターの、はい、こちらのね、ND フィルターの、色かぶりがね、まあ、気になりましたので、まあ、それのね、まず検証を、はい、しておきたいと思います。はい、で今がですね、ND16 をね、つけた状態になっております。朝8時ちょい過ぎぐらい、はい、な感じなんですけど、まあほぼほぼもう天気もね、良くてですね、まあ、こんな感じになってまして、で、まあ、今見る限りではね、結構空の色だとかも、まあ、変に、まあ、濃くはないかなという感じですかね。太陽の方ね、向けるとやっぱりシャッタースピードが上がってしまいますね。うん、まあ、ただ、まあ、こっちのね、例えばこの車の方に、向けるとですね、200分の1ということで、まあ、若干濃度がね、まあ、足りない感じがしますね。はい、まあ、なのでちょっと、32に、ね、変えてみたいと思います。はい、続いてですね、ND の32をつけた状態になりますね。でそうすると、まあ、今、こちらの向きで、まあ、車側、はい、で、シャッタースピードが、ね、100分の1になってますね。で明るい方に行くと、まあ、これでも上がるね。まあ、太陽に向けちゃうとでもそうなるか。はい、太陽に向けなければまあ、120分の1に、ね、なってますので、まあ、やっぱりこの明るいね、昼間の、まあ、状態であれば、まあ、このやっぱ32が、まあ、ベストかなという感じですね。であと、まあ、色味、はい、まあ、空のね、色味だとかも、まあ、見ているままぐらいな、若干濃いかなという感じですかね。はい、まあ、そんな感じね、仕上がってますので、まあ、ベストはね、やっぱ32ですね。はい。で、あと、まあ、この、反射ですよ、反射。はい。で、例えば、まあ、モータージャーナリストの方がね、まあ、いろいろとこう、車の、まあ、このね、まあ、例えばこのホイールだとかね、紹介したりだとか、まあ、するにあたって、今、私ね、この自分の姿、ボディに映してますけど、まあ、そんなにね、わかんないですよね。はい。でも反対側行ったらわかるんかな？反対側に行くと、多分、結構ね、わかるようになるかな。はい。はい。巡航側になると、やっぱりね、私のこの、反射がね、見えてますよね。まあ、この辺りが、まあ、あのモータージャーナリストのね、顔出ししない、車系の YouTuber の方は、うん、ちょっとここは厳しいんじゃないかなっていう感じですよね。はい、今が多分結構、私のね、姿が映ってますよね。ここでちょっと調節してみようか。やっぱ反射は無理かな。自分の姿を隠すぐらいまでは難しいかも。もうこの辺りですよね、やっぱね、ピークが。はい、まあ、反射してます。うん、まあこの辺りかな。ここのね、黒いところ、はい、グリルのところですけど、これがピークぐらいか。まあでもやっぱね、映り込みはやっぱ出ちゃいますよね。この自分の映り込みが消えるぐらいにならないかなって、ちょっと正直に思ってたんですけど、むずいな。はい。ただ、これをね、やりすぎてると、今度、空の色だとかもね、濃くなっちゃうので、それでいくと、まあ、今日は、今からね、野鳥撮影するんで、まあ、それでいくと、この、PL 効果はね、ちょっと抑えめで、
撮っていこうかなと思ってます。はい、まあこんな感じかな。 OK、 じゃあこれでね、撮りに行きたいと思います。はい、でね、まあ今あのノーマルカラーでチェックしましたけど、ちょっとですね、ログに変えようかな。はい、ちょっとログに変えてみます。はい、こちらがですね、ログになりますね。そうすると、まあ、こんな感じかな。うん、まあログの感じで、まあ、色がどんな感じになってるかっていうところですよね。はい、まあ若干やっぱりマゼンタ寄りに、なる傾向があったんで、ログで撮ってしまって、まあ、編集でまあ、どう調整するかっていう感じですよね。まあ、調整のね、まあ、色の調整のしやすさで考えたら、まあ、ログで撮ってた方がいいかなというふうには思ってます。はい。じゃあ、これでね、まあ、撮りに行こうかな。はい。ということで、今からですね、朝からなんですけど、野鳥撮影に行きたいと思います。で、気温がね、まあ、0度から1度になったぐらいの気温になっております。で今日はですね、ちょっといつもの、違う場所の方からねスタートしようかなと思っております。こっちはね、ジョウビタキだとかがね、まあ結構いる方にはなるんですけど、で道路のね、反対側の方は結構また別の鳥がいないかなっていうところで、はい、まあシメとかね、なんかそのあたりいないかなと思ってます。はい、で、今日のねカメラは、Z9 の方にねしてきました。はい、まあやっぱりね野鳥撮影はこっちの方がまあ撮りやすいかなっていう感じで、はい、まあ野鳥のねモードもありますし、まあそういう意味でも今回はこっちで来ました。まあでもねやっぱり重いですよね。はい、ちょっとね、自撮りもしとこうかな。はい、改めましてどうも山田キラーです。今ねちょっと野鳥撮影しに行こうと思って、あ、なんかいるな、なんだろう、カラスかな、どうなんだろうな、この色ちょっとやっぱりマゼンタ寄りになってる気がする。まあログで撮ってるんでその辺はね調節できるとは思うんですけど、なんかねずっと言ってるんですよ、この子ちょっと枝かぶり、なんだなんだ、近寄ったらね逃げちゃうかな。ちょっと寄ってみましょうか。なんだろう、ずっとあの子が泣いてたのかな。うん、かわいいかわいい。はい、まあこんな感じの子ですね。ちょっと動画でも撮ろうか。 DX で、はい、こんな感じですね。この子なんだ、さすがにねもう今2度ぐらいかな、もう手が冷たい。はい、あ、こんな感じです。うん、よし、とりあえず、1羽目ゲットということで、はい、まあ他にもちょっと鳴いてる感じなのでそこ見てこようか。あの辺の上は何だろう、あ、まずはシジュウカラ。まあシジュウカラがねいろんな鳴き方するからね。他にもいるかな、シジュウカラ、エナガぐらいかな。
本当にか。うん、長門四十からですね。はい。ちょっと遠いけど常備滝のオスです。遠いな、でも、うん、だいぶ遠い。さっきはカワセミの鳴き声がする、まあ、そこのところにいるんだろうな。あ、これなんかいるな。かぶっててわかんない。あ、あ、これだ。この子ね、この子なんだっけ、あっち向いてる。そんな感じか。結構やっぱいろいろいるな。まあやっぱり野鳥撮影の時は圧倒的にオズモアクションの方が使いやすいというか、POV でね、撮るにはいいですよね。うん、オズモポケットだとやっぱりどうしても置く場所があったりとか手で持つっていうね、感じになるんで、まあ、それでいくとやっぱり基本的にはオズモアクションの方がいいかな。でもう自撮りをねする必要がない方はまあもう本当にオズモアクションの方がおすすめかもしれないですね。あと、池ですね。池に何かいるかな。まあカモ類は結構いると思うんですけど、まあ、また別のエリアなんで違う鳥さんたちがねいたらいいですけどね。うん、これも綺麗だよね、カモ。うん、あとはアオサギ、はい。うん、で、セキレちゃんが今来ました。あ、行った。まあ、もう定番ですよね、この時期の。6、7種類ぐらいか。やっぱこの時期いいですよね。うん、やっぱ豊富にいろんな種類の鳥さんたちがいるっていう感じですよね。まあちょっと別のエリアに行きますか。じゃあ、これはキジワトっぽいよね。キジワトかな。うんうん、なんかめっちゃいるな。なんかめっちゃ集まってきてる。ちょっとね、大盤が激しいんで大盤の対決シーンをね撮ろうかな。めっちゃやり合ってるからね。お、なんか対決しそうだな。激しい激しい激しい対決してます。なんでそんな対決すんの。あ、潜ってた。あ、この子ちっちゃい。この子ちっちゃいよ。うん、なんか赤ちゃん、あれなんかちょっと種類違う、これ違うね。なんか赤いよ。あれ赤いっけ。なんかちっこい。なんか違うね。あの子かわいいな。
かわいいかわいい。かわいくない？この子。ちょっと変わった色。いいね。いいじゃん、いいじゃん。てか全然オゾンポケット使ってない。最近見かけないと思ったけど、モズいるね。うん、モズいますね。かわいいね。さすが日曜日だけあって、見に来てる人が多いですね。はい、まあ池の近くに、まあ一旦出てですね、後からこっちにね出てくるっていうパターンが、まあ、非常に多いので、まあおお、なんかいるっぽいね。ああ出てきたかな。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。まあおそらくね、まあ、10種類以上の、野鳥をね、取ることができたかと思います。でまあこれまでに、まあ、今シーズンね、会えていない、まあ、鳥さんだとかもね、まあ、いくつか取れましたので、まあ、そこはね良かったんじゃないかなというふうに思います。でまああとはね、このオゾンポケット3のまあ、このね ND フィルターをつけた状態ですね、どうですかね。まあ、ちょっと私もね編集してみないと何とも言えないですけど、まあ、ログ撮影したもので、まあ、ある程度、ニコンのね色味に近いような感じで編集ねできたらなというふうに思っています。ということで、今回の動画が良かったよという方は、グッドボタンと、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。